みなさんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回はこのリンクスライフワールドランについてお話ししていこうと思います。まあマラソンの感じでイメージしてもらえればいいんですけども、このマラソンに参加することによって、その参加費とあと参加するにあたって、寄付金を送るかどうかを選択できるんですが、その寄付金も含めて全て脊髄損傷の治療法研究費に充てられるものになります。チャリティーマラソンみたいな感じですね。世界各国で同時に行うものなんですけども、今回日本でも開催されます。それが5月5日です。で、場所が南魚沼市です。で、スタートが夜の8時になります。日本では夜の8時だけど、他はまあ朝であったり、世界中で一気にスタートするマラソンです。何キロ走るとかっていうのを決めてるわけではなくて、スタートの後にキャッチャーカーという車がスタート30分後に走ります。で、その車から追いつかれたら、その時点で終了というものになります。なので、追いつかれないようにもっと走りたい人はどんどん走るっていう感じになります。で、競技用の車椅子とかで参加できるものではなく、日常の車椅子プラス、あとは普通に健常者の人で、参加できるチャリティーマラソンになります。南魚沼市に来なくても携帯アプリと連動して自分の県で走ることもできるので、ぜひ皆さん参加一緒にしませんかというお知らせの動画でした。私も、本当にちゃんと漕げるか不安なんですが、しかも夜っていうこともあるんですけど、でもめちゃくちゃ楽しみです。やっぱりね、なんか脊髄損傷になって、iPS とかいろんな研究が進んでる中で、研究費っていうのが余裕があるわけではないっていうのをこうニュースで聞きました。というか、もうもはや足りないくらいの勢いなんですけど、なので、足りなければ研究さえもストップ してしまうっていう状況です。ですから、脊髄損傷になってる方々とか、早く研究進まないかなって思ってるだけじゃなくて、こういうイベントに参加して、ぜひ自分のために一役買ってはいかがでしょうかという、ご案内お話です。全員が全員出れるわけではなく、ちょっと状態とかもいろいろあるんですけど、ぜひ興味ある方は参加してみてください。それで、車椅子の方もあと健常者の方もできればぜひ現地で一緒に走れたら楽しいかなと思います。なんかそこで出会えるのもすごい素敵な出会いかなとも思います。ぜひ、ホームページチェックしてみてください。で、当日、その様子も動画に撮って配信しようと思うので、楽しみにしていてください。はい、では今日はこんな感じでウィングスライフワールドランについて、お話しさせていただきました。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。